背景未来の彼女さんへ、私は前の彼女でした。きっといつかは忘れられてしまう過去の人となるでしょう。頭も良くて料理もできて綺麗で品もあって、私とは真逆の人なんだろうな。将来なんて考えられず、楽しいだけでただよかった、そんな子供みたいな二人はいつしかすれ違ってた。月日が経って何度も泣いて前に進むと決めたからこそ、今になって分かったことがたくさんあるのです。返事はいつも遅いし、女心